蘇生教育の一つのソリューションであるハートコードコンプリート BLS について説明いたします。突然の心停止からの生存率は世界的に見ても 1% 以下です。厚生労働省のデータによると、2025年に必要とされる看護師は13万人程度不足するとされています。人員、リソース不足が予測される中で、多くの医療者は多重業務、教育、感染管理、また医療者のタスクシフトなどと医療者への負担は増加しています。心停止からの生存率を上げるためには、質の高い CPR を継続して行うことが必要です。人員、リソース不足の中で、どのように質の高い CPR トレーニングを行うにはどうしたらよいでしょうか。現状、多くの心停止患者は質の高い CPR を受けておらず、大半は生存に至っていません。また、CPR の質に一貫性がなく、必ずしもガイドラインの推奨事項に従っていないことも明らかになっています。様々なことが明らかになっている中で、どのように生存率を増加させることができるのでしょうか。まずは、教育。効果的な教育がなければ、エビデンスに基づく心停止の治療を支持する科学を一貫して用いることに苦労すると言われています。次にスキル。リアルタイムの視聴覚フィードバックの使用が CPR の質を維持するための方法として推奨されています。最近の無作為化比較試験では、圧迫の深さや胸郭の戻りを音声でフィードバックすることで、院内心停止から退院までの生存率が 25% 向上したことが報告されています。ハートコードコンプリート BLS コースは、自己管理型のフルデジタルコースです。自分のペースで行う e-learning、RQI カートで行うスキルトレーニングを組み合わせたものです。ハートコードコンプリートを活用することで様々なメリットが得られます。パソコン、スマートフォン、タブレットに対応しており、いつでもどこでも学習を進められます。一貫性、e-learning の合理的なコンテンツや標準化されたスキル評価により、視聴覚フィードバックを用いて一貫性を持ったトレーニングを行うことができます。柔軟性。自分のペース、自分のスケジュールで必要に応じてソーシャルディスタンスを取りながら学習を進められます。ハートコードの大きなメリットは、高度な学習技術を備えていることです。高度な学習アルゴリズムにより、学習者一人一人に最適な学習を提供できます。これらの機能により、リソースを最適化しながら蘇生トレーニングを行うための柔軟かつ効率的なコースとなっています。それではコースの内容について見ていきましょう。オンライン講習ではアダプティブラーニングというものが導入されました。こちらは AI が受講者の知識や自信の程度に合わせて学習のサポートを調整します。学習者がより早く確実に知識を構築できるようにサポートするシステムとなっています。従来の学習モデルの多くは、学習者の学習経路は直線的で、各学習者は同じコンテンツを同じペースで学習します。学習者の背景に関わらず、コースの完了時間や学習項目に費やす時間は同じです。一方、アダプティブラーニングの学習経路は、一人一人の能力、自信のレベルに合わせて、最も効率的な方法で、100% の習熟度を達成するために、学習目標を前後に動かします。コースの終了時間や、学習項目に費やす時間は学習者の知識に基づいて決定されます。このコースでは問題に対するリアルタイムのフィードバックを提供しています。質問の答えが間違っていた場合、正しい答えが表示されるだけでなく、そのトピックについて学ぶ機会が提供されます。学習環境としては、
パソコン、タブレット、スマートフォンのブラウザ上で学習を進めることが可能になりました。e ラーニング終了後は、RQI カートで行う実践的なスキルトレーニングに進みます。ハートコードコンプリートのスキルトレーニングは、このような RQI カートで行います。インターネットがある環境であれば、どこでもスキルトレーニングを行うことが可能になるため、このようにカートを病棟に移動させ、隙間時間を使ってトレーニングを行うことも可能になります。RQI カートで行うコアスキルトレーニングは、成人、小児、乳児における圧迫と換気、仮想救助者と2人で行う CPR、スキルトレーニングです。では、実際の仮想救助者と2人で行う CPR トレーニングを見てみましょう。圧迫と換気を8サイクル、30回圧迫してから2回換気を1サイクルとして、2人目の仮想救助者と一緒に行い、2サイクルごとに役割を交代します。交代は必ず5秒以内に行ってください。どちらの役割でも大きな声で数えると役に立ちます。交代のタイミングが分かりやすくなり、2人目の救助者の邪魔をしないで済みます。中止の指示がされるまでに役割交代を続けてください。ポジションを交代してください。うまく交代できました。パフォーマンスを向上させるために強化中にフィードバックを受けます。トレーニングを開始する前に目的や要点を説明するビデオが表示されます。受講前に確認するとよりスムーズにトレーニングを行うことができます。また学習者は視覚と音声によるフィードバックを受けることができます。スキルトレーニングを終了すると自動的に学習者はスコアを受け取ることができます。このフィードバックは客観的で偏りがありません。改善すべき点があった場合は赤く表示されます。フィードバックをより詳しく分析する場合は結果を分析するを選択し、詳細なフィードバックを得ることができます。またヒントを見るを選択すると改善するために必要な情報を得ることができます。ハートコードコンプリートを導入することで効果的なトレーニングを行うことができます。学習者は確認されたパフォーマンスで学習することができ、組織内での一貫性を確保することができます。またリアルタイムの視聴覚フィードバックにより質の高いスキルトレーニングを実現します。効率的なトレーニング、自分のスケジュール、自分のペースでプログラムを完了するためトレーニングに費やす時間が最適化されます。柔軟なトレーニング、自分のペースで学習できるプログラムのためリソースを最大限に活用し、品質を維持しながら柔軟に提供することができます。ハートコードコンプリートを導入することによって、効果的、効率的かつ柔軟な質の高い CPR トレーニングができ、より多くの命を救うことができます。